三国志第54話草毛の巻の魚大河は大陸の動脈である」「滋賀大陸を生かしている2つの大動脈は言うまでもなく北方の高河と南方のヨースコートである」「五は対抗の流れに沿って高騰の地と謳われている」 ここに孤の調査の大衆孫権の忘れがたみ孫作もいつか成人して当年21歳の好青年となっていた彼は親勝りである高等の麒麟児とは彼であろう世間でも父の威信の中でも彼の成長に期するものは多かったがいかんせん父孫権の屍を 極の腹に葬って三たる敗軍を引いて帰ったその年はまだ年始わずか十七歳で以来剣を集め兵を練りひそかに加盟の最高を図っていたが逆境の続く時はどうしようもなくついにその後調査の地を守りきれない悲運に返してしまった。 時節が来たらお迎えに来ますからしばらく田舎に隠れていてください」「彼は老母と一族を極亜の身寄りへ預けておいて17歳の頃から諸国を漂白した」「密かに誓う大使を若い胸に秘めて国々の人情地理兵備などを見て歩いた」 いわゆる武者修行の辛酸をつぶさになめて遍歴したのである。そして、二年ほど前から猥談に足を止めて、受信状の演術の門に触覚として養われていた。袁術と暴風孫権とは交わりのあった中であるのみならず、孫権が劉表と戦って極悪の地で討ち死にしたのも。 全く演術の思想があの合戦の動機でもあったから演術も同情して「我が手元におるがよい」と特に引き止めてこのごとく愛していたのであったその間経験の戦に出て太鼓を表し路向の陸行を討伐に行って比類なき戦績をあげた。 平城は書を読み虚子物静かでよく人に愛犬を持っていたのでここでも彼は太閤の決如だと人々に食目されていたその孫作は今年21暇あれば武儀を練り三夜に狩猟して心身を鍛えていたがその日もわずかな従者を連れて福牛山に一日を借り暮らし ああ、くたびれた」と中腹の岩に腰掛けて荘厳なる落日の幸運を眺めていた演術の宗府受春城からワ湾南一帯の町々や部落は目の下に刺されるうねうねと底を流れている一水は湾ガの流れである「湾ガは狭い」。 太鼓の流域からら比比べれば比較にならないほどであるしかし孫作は「ああいつの日か太閤の水にのせて我が志を述べる時が来ることか」とすぐ口頭の天に思いを馳せずにはおられなかった「極阿の母は」と思いに沈み いつ恥なき子として父の墳墓の草を吐くことができるだろうかと一人堪じていたすると物陰に休んでいた従者の一人がガサガサと歩み寄ってきて「御曹司何を無益に嘆きたもうかあなたは善とある青年ではないかこの落日は 明日のない落日ではありませんぞ」と言った誰かと驚いてみると主治あざなは訓理その以前父孫賢の家臣の一人だったというものである「お訓理か今日も一日暮れてしまった山夜をお借りして何になろうわしは毎日むなしく」。 こういう日を過ごしているのが天地にすまない気がするのだ。一日としてそれを心にはびない日はない。いたずらに墓狂の情にとらわれてめめしく泣いているわけではないよ。孫作は真面目に言った。君利は孫作の意中を聞くと共に感じた。ああ、 やはりそうしたお心でしたか少年実月早しうつぼつたるお嘆きはけだし当然ですわかるだろうんりわしの悶紋たる胸のうちが日頃から拝察していますわたくしも呉に生まれた一人ですから祖先の血を失って 他国の客となり青春二十一なおむなしく三夜に鳥獣を追うああわしは考えると今の境遇に耐えられなくなる御曹司孫作様それほどまでにおぼしめすならなぜ大丈夫たる者思い切って亡き父上の行を継ごうとしないのです。 でもわしは一階の触覚だ。いかに演術がかわいがってくれても、わしにけだものを負う狩猟級は持たせても、大事を起こす兵馬の弓矢は持たせてくれない。ですから、その恩賞に甘えてはいけません。あなたを甘やかすもの、愛武するもの、美美食、ぜいたくな生活。 すべてあなたの青春を弱める敵です。でも、炎術の情けにも裏切れない。そんな優柔不断は、ご自身で蹴ってしまわなければ生涯、ろくと終わるしかありますまい。荒廃たる世情の風雲をごらんなさい。こういう時代に生まれ合いながら、 面々たる愚痴にとらわれていてどうなりましょう。そうだ、真実わしもそれを痛感しているのだ。ん練、どうしたらわしは何不自由もない今の恩賞を出して生きがいのある苦難と戦う時代のことなれるだろうか。あなたのおじさまに不運な方があるでしょう。 ええ、丹陽の大主であったうん母方のおじご慶のことかねそうですご慶殿は今丹陽の地も失って落ちぶれているとか伺いましたがその逆境のおじを救うためと称して宴術にいとまをこい同時に兵をお借りなさい なるほど孫作は大きな目をして夕空を渡る鳥の群れを見上げながらじっと考え込んでいたするとさっきから木陰に佇たずんで二人の話を熱心に立ち聞きしていたものがある二人の声が途切れるとずかずかとそれへ出てきて「やよ」。 高等のキリンジ何をためらうことがあろう不業を継いで立ちたまえ。不傷ながらまず第一に我が部下の兵百四人を連れて真っ先に力を添え申そう。と唐突に言った。驚いて二人が何者とその人を見ればこれは演術の配下で。 この辺あざ名を志功という男であった志功は一門の帽子であると家中でもその才能は一部から認められていた孫策はこの知器を得て非常な喜びを覚えながら「そちもまた我が心根を密かに憐れむものか」と言っ 思考は宣言を立てて「君太鼓を渡るなれば」と孫策を見つめた孫策は火のごとき瞳に答えながら「渡らん渡らん太鼓のミス登らん登らん千里の香水青春なんぞ百円の小池に飼われて阿魚霊媒の戸と共に をむさぼらんをらやと叫ぶとこつぜんと立って片手の拳を天に振った四皇はその息をおさえて「しかし孫作様手前が水量いたすに宴術は決して兵を貸しませんぞ何と頼んでも兵だけは貸しませんその儀はどうなさいますか」。 心配するな覚悟さえ決めたからにはこの孫作に考えがある若干早くも孫作はこの一語のうちに未来の対来たるの片鱗を示していた「どうして演術から兵をお借りになりますか?」。指向・訓理の二人は孫作の胸をはかりかねて そうただしたすると孫作は「宴術が日頃から欲しがっているものを帝都として渡せば必ず兵を借り受けられよう」と自信ありげに微笑した「宴術の欲しがっているもの」2人は小首をかしげたがわからなかったさらにそれは何かと聞くと 孫作は自分の肌を抱きしめるようにして「伝国の玉磁」と強く言った「えっ玉磁ですって」二人は疑わしげな顔をした「玉磁といえば天使の印象である」「国土を伝え台頭を継ぐには」 なくてはならない朝廷の宝器であるところがその玉子は落陽の大乱の右に紛失したという沙汰がもっぱらであった「あでは天国の玉子は今ではあなたのお手にあったのですか」。始皇はうなるように尋ねた。 乱の折孫策の父孫賢が金門の古井戸から発見してそれを持って国元へ逃げたという噂は当時隠れもないことであった四甲和ふとその頃の風雪を思い起こしたのであった孫策は辺りを見回して「うんこれに」。 再び自分の胸をしかと抱いて見せながら言い出した父尊賢から譲られて常に肌身に誤示しておるがいつか縁術はそれを知ってこの玉児に垂善を禁じえない風が見えるもともと彼は身の程も知らず定位につこうとする野心があるのでそれには玉児を 我がものにしなければと考えておるものらしい。なるほどそれで読めました演術があなたを我が子のように愛しているわけが彼の野心を知りながら知らぬような顔をしていたればこそ自分も無事に今日まで演術の庇護を受けてこられたのだいわばこの身を守り育ててくれたのは」。 玉子のおかげと言ってよいしかしその大切な玉子を演術の手へお渡しになるご決心ですかいかに大事な品であろうとこの孫作は一個の小箱の中になど大使は寄せぬ我が待望は天地に持つ孫作の気概を見て 二人はことごとごく振幅したその日3名の間に約束はすっかりできていた日を経て孫作は受春城の奥まったところで演術にこう訴えたいつか3年のご恩になりましたそのご恩にも報いずこういうお願いをするのは心苦しい極みですが。 先ごろ故郷から来た友達の話を聞くと叔父の五慶が妖州の竜陽に責め立てられ身の置き所もない逆境だということです極阿に残してある私の母や叔母や幼い者たちも一家一族悲運の底におののいていると聞きます孫策は差しうつむいて 涙声になりながら言い続けたおかげで私もはや21となりましたがいまだ父の墓も墓ず日々暗冠としているのはもったいなくもありまた不甲斐ない心地もしますどうか一軍の増票を私にお貸し下げくださいこう渡って でおじを助けいささか僕の霊を休めせめて母や妹たちの安穏を見て再び帰ってまいりますから彼はそう言い終わると目前と考え込んでいる演術の瞳の前へ伝国の玉璽の入っている小箱をうやうやしく捧げて出した。目は 心の窓という一目それを見ると演術の顔はパッと赤くなった包みきれない喜びと野望の火が瞳の底にカツカツと動いたこの玉璽を七としてお手に預けておきますから願いの義をどうかお聞き届けくださいまし」。 孫作が言うと演術は、何玉子をわちの手に預けたいと待っていたと言わんばかりな口ぶりで快諾した「よいともよいとも兵3,000に馬500匹を貸し与えようそれにかんの食券もなくては兵を下知するに意が届くまい」。 剣術は多年の野望がかなったので孫策に好意の職を与えまた天皇将軍の将を許した上武器バグなど全て整えてくれた孫策は釉薬して即日姓を揃えて出達した従う面々には先の訓理志考をはじめとして 父の代から仕えて流浪中も彼のそばを離れずに来た帝府郊外関東などの頼もしい者も,もいた歴洋のあたりまで来ると彼方から一面の若武者が来て「大お孫君!そんくん」と馬を降りて読んだ見れば私風修礼表は尾玉のごとく。 年頃も孫策と同じくらいな青年だったいや柊君かどうしてここへ来たか懐かしげに孫策も馬を降りて手を握り合った彼は路幸の生まれで周湯あざ名を恒金といい孫策とは少年時代からの竹馬の友だったがその快挙を聞いて 共に助けんとここまで急いできたのだと語った「持つべきものはともだよく来てくれたどうか一匹の力を貸してくれたまえもとより君のためなら剣馬の労もいとわないよ」。ふたりは駒を並べて進みながらむつまじそうに語らった。 時に君は高等の二軒を知っているか周囲の言葉に「高等の二軒とは?」。矢に隠れている二人の賢人さ。一人は長将といい。一人は長公という。だから高等の二長とも呼ばれている。そんな人物がいるのか。ぜひ二軒を招いて。 幕僚に加えたまえ。たま長生はよく軍章を見て天文地理の学問に明らかなんだしまた長江の方は西地獣王処刑に通じ説を吐けば高等高難の百科といえども彼の右に出るものはないどうしたらそんな賢人を招けるだろうか権力を持って望んでもだめだし。 財物を山と運んでも動く前人生一気に完ず。ということがあるから君自身が言って礼を尽くし深く敬って君の崩壊している真実を告げるんだねそしたらことによると立つかもしれない孫作は喜んでやがてその地方に至ると自身 長生の住んでいる田舎を訪れその陰性の環境を訪ねた彼の熱心はついに長生を動かした「どうか若年の私を叱って父の仇を報じさせてください」その言葉が容易に出ない因子、長生を立たせたのであるまた

さて、そこで孫作が第一の敵として狙いをつけたのは叔父御慶を苦しめた幼少の獅子龍陽である龍陽は楊子公願の豪族であり名家である血は官室の流れを汲み遠州の獅子龍泰は彼の兄にあたるものだし大尉龍長は叔父である そして今対抗の流れに臨む受春にあってその部下には優勝が多かったそれを正面の敵とする孫策の行もまた堅いかなと言わなければならない。